さあ出ているのは永井選手。さあこのカード実はですね1年前に行われた大会ではね、なんか永井さんが倒しているというのがありますよね。さあ初手はダック対クーラ。名前当てさせてください。実況してるかな。さあワンダウン取ってくるくる回って持っている、マイケル通った。さあコエコはクイックシフトコンボをやってクーラーを殺しに行く。お200でまだ残る、違う BA で BB で殺して、シャラーまでやって、ガキャン切り返す、投げて、さあこれはこれはスタンコンボでギリギリセービングがたまった。ガキャンして7号やって、これはスタンギリギリ残るでしょう、まだ分からないぞ。シャガエビコストのところに、それでも K ダッシュなら、はいシュート、ジャブリガーキャン切り返す、ガーキャン使っていく。永井さん何やってんすか、永井さん。さあ残りとカウントは3枚です。残り3対3です。さあ試合前にお辞儀っぽいですね。お菓子はしっかりもらうケントさん。このケンタティというプレイヤー、このわけわからんキャラですごい練習集を築いていくというプレイヤーでございます。ウィップアテナってこんな強かったのかなみたいな。さあダック回ウィップ、この場合引っかかってしゃがみしよう、ジャンディーに狩る、いつものしゃがみしはどこ行った。投げてもう一回投げる、7号やって、ボリーがボリーが追うしな、おにやき出なかったか。さあこまなくやって、さあユリオルから一旦やって、さあ盛り上がる歓声が、さあワンコンボもらったら死ぬといういつもの状況。バックスユリオルを駆使していって戦っていくつもり、ジャンプリン、
これはクイックシフトしてスタンコンボで終わってしまった。さあジャンディキングからリーチをやって勝ったのはユキトさん。さあリュウミさん、さあ台湾勢強し。さあ残る関東の枚数は2枚。さあ毎日このイレブンをプレイし続けているリュウミ、連恋の回数なら負けねえぞとユキトさんに引導を渡してほしいものです。サイファーチョッパーリュウミ、リュウミさん何やってんのジャンシーかぶさって、はいはいはい、青い花サンダー決めていく。ジャッシー、さあピッタを決めていく。お前だけ持ってんのおめえだけじゃねえぞと、もう一回コマだけやって NC 八乙女、そして死ねえ死ねえじゃん NC じゃなくてコマ。さあここで生交代キングタイダック、さあ3人からディレイキャンセルトルネオキック、さあここはしっかりランプ決めて、さあ切り返す 3B、 さあお互いこのキャラを倒したい。ストラップショットやってこのダメージ量、レミさん金鋭で勝って、トルネードキック、レミさんセービングもあるよ、セービングもあるよ。なんで交代しねえんだっつってんのよいつも。まだあるまだあるまだあるよ、はい、うわなんでセービングしねえんだよマジで本当に。一人になっちゃう、同じでしょいつも。これはもう4年前ぐらいから同じこと言ってるんですけどね、一向に治りませんねリンさんは。セービングシフトしろと。